化学兵器。化学兵器とは、毒ガスなどの毒性化学物質により、人や動植物に対して、被害を与えるため使われる兵器のこと。化学兵器禁止条約では、毒性化学物質の先入物質や、それを放出する弾薬、装置も含むものとしている。リシ心や細菌毒素などの生物由来の、毒性物質を用いる場合は、化学兵器ではなく、生物兵器に分類されることが多い。 化学兵器は NBC 兵器の C、ケミカルにあたり、核兵器 N や生物兵器 B と並ぶ大量破壊兵器の一つである。毒ガスとして知られる兵器が主流で、マスタードガス、イッペリットやサリン、VX ガスなどが著名である。常温、常圧下でも機体である、毒ガス兵器ばかりでなく、固体や液体、粘度の高いものを含むのものもある。後者は、 高い揮発性で気体となって拡散するタイプばかりではなく、液体が噴霧された霧状の状態で効果を発揮するものも含む。化学兵器と呼ばれる範囲は、時代や条約によって若干異なる。警察の催涙ガスとして現用されるクロロアセトフェノン、CN ガスのように死亡リスクや、後遺症の恐れは少ないものも、軍事用に使われれば化学兵器に含めることがある。 いわゆる七次性兵器。科学兵器禁止条約では、2条に科学兵器の定義を置き、このほか特に検証措置の対象とする種類については、付属書の表記載している。日本政府の同条約解釈では、致死率の低いジフェニルシアノアルシン内し、ジフェニルクロロアルシン、両者の急に本陸軍故障、赤剤、及び CN ガス、同じく緑剤を、学兵器としている。 近代的な化学兵器は第一次世界大戦で登場し大量に使用された。しかしその後は禁止条約が発効したことに加え、口実する特性から運用が難しいこと、さらには国際世論による批判が強いために実践使用例は限られている。初期の化学兵器は呼吸器や目、皮膚など人体組織を蝕む化学反応を起こす有害な物質が利用された。 1930年代後半にはサリンなどに代表される神経性の毒物、神経ガスが開発された。神経性の毒物は神経系の信号伝達を不可能にして破壊することから少量でも致命症となる。生存しても予後が悪く運動機能や感覚機能に後遺症が残りやすいとされる。また人体の代謝機能を破壊し、 徐々に人体を蝕む薬品もあり、速攻性はないものの致死性のこれらの兵器では、予後は極めて悪い。死率は低くとも重篤な後遺症の危険性がある。兵器用薬剤もある。冒頭で述べたように、毒ガスとは称しても、常温、常圧では、液体や固体のものが多い。気体や霧状、微粉末にして散布したり、砲弾や爆弾に詰めて、 爆発の衝撃で飛散させたりすることによって、兵器としての効果を発揮する。ミサイルやロケット弾の弾頭、さらには、地雷や手榴弾に充填して使用されることもある。第一次世界大戦では、常温で塩素などを、ボンベイで戦場に持ち込み、敵軍に向けて放出する方法をも使われた。近代的な大量破壊兵器としての生物、化学兵器とは別に、 動植物由来の毒を塗った毒矢は、狩猟だけでなく、戦争にも、古来使われてきた。過去には刃物に毒物を塗るといった研究もされているが、近代戦での実用例はない、たまに毒を仕込んだ、特殊銃は、ゲオレディ・マルコフ暗殺に使われた。兵器としては、以下のような、長所を持つ。他方で、次のように兵器としては、運用が限定される、短所もある。 現代の正規専用兵器として見ると、法的問題からの制約のみでなく、技術的にも運用が難しい面がある。科学防護服や装甲車両を備えた、軍隊、機密性が高い基地施設といった防護の充実した目標は、行動、活動を阻害することはできるものの、効果は限定的と言える。また、イスラエルのように、 住宅や市街地にも、防毒マスクや避難シェルターが行き渡っている国もある。もっとも防護装備が不十分な軍隊や、多くの国の民間人に対する攻撃方法としては、有効であり、しばしば利用される。例えばイラクのフセイン政権は、クルド人虐殺に使用したとされ、シリアソーランでも、アサド政権軍が使用した疑惑がある。すなわち、装備の良好な軍隊には、 効果が薄く、民間人や非正規軍には被害が出やすい兵器だということが言える。また、オウム真理教によるサリン散布事件が示すように、ある程度の科学的知識と市販の主役とで合成が可能である。このことから、化学兵器は、貧者の核兵器とも呼ばれ、核兵器を開発するために必要な技術、資金に乏しい国、あるいはテロ組織による生産、 利用が危惧されている。化学兵器は、七姿勢と七姿勢に分類されることがある。もっとも、七姿勢と呼ばれていても、文字通りに、死亡の危険がないわけではなく、濃度や、曝露時間などによるため分類は、相対的である。例えば、モスクワ劇場選挙事件においては、七姿勢のはずの無力化ガスと称するコリコルマイナス1が使用された結果、 人質を含む129名が死亡する事態となっている。効果、毒性を加味すると以下のような種類に分けられる。化学兵器は速効性のものと遅効性のものが存在する。速効性のものは主に戦場において敵兵士を即時に殺傷することを目的としている。一般に殺傷能力の点では優れるが、 環境中に放たれてから分解されるまでの時間が短く、加害の持続効果はあまりない。神経ガスの多くが該当する。思考性のものは、速攻性のものより、一般に殺傷能力の点では劣るが、環境中での分解に時間がかかるため、長時間散布地域一帯を汚染する効果がある。場合によっては、その汚染事実が被害側には容易に判別できないために、 汚染の拡大が期待でき、拡大後に効果が生じることになる。戦場であれば、比較的広報の補給路や集積地、または都市部や農地への無差別的な攻撃によって、補給能力、指揮能力、産業経済、政治、医療負担などの多様な方面から、停戦能力を減災する目的で使わされる。ただし、第一次世界大戦などでのマスタードガスのように、 前線利用がされることもある。超知構成の化学兵器であれば、接触後、数年から十数年、あるいは数十年経過した後効果を表す。化学兵器使用の起源は、化学兵器の定義によって異なってくる。広い定義を取れば、古くは唐辛子を模した煙を利用するものが秋夜の中国の書物にも登場している。より殺傷力のある兵器として、 人類史上初めて使用された化学兵器はペロポネソス戦争でスパルタ軍が使用したアリューガスであると言われている。近代に入ると化学技術の発達や化合物の発見などからより効力の大きな毒物が開発された。ナポレオン戦争時には重剣にシアン化水素生産を塗ることがプロイセン軍に対して提案されたが採用はされなかった。 このような状況から、化学兵器の本格使用に対する危惧も生まれ、1899年には、毒ガス禁止宣言などがされた。日露戦争では、硫黄ガスが使用された。警察用にはフランスで、サクサ産エチルなどの催涙ガスが実用化された。化学兵器がその威力の程を広く知らしめたのが第一次、世界大戦だった。1914年から、 イギリス、フランス、ドイツの各国が、クロロアセトンやヨードサクサンエチルなどの催涙剤の配備をはじめ、遅くとも1915年3月までには、散発的な催涙ガスの実践使用が行われた。残酷戦で戦線が膠着する中で、突破手段としての機体が、化学兵器に集まるようになった。中でもハーバーボッシュ砲の開発で知られる、フリッツハーバーを用意したドイツは、 毒ガス開発で他国に大幅に先んじることとなり、1915年1月31日、ドイツ軍が東部戦線のベリモでロシア軍に対して初めて大規模な毒ガス放射を実施した。さらに4月22日にイーペル戦線でフランス軍に対して塩素ガスを使用し、化学兵器の脅威が世界的に知られるようになった。 この戦いでは5700本のボンベに詰められた150から300トンの塩素が放出され、フランス軍を局地的に回乱状態に陥れた。イギリス軍も同年9月には塩素ガスを使用した。同年12月にはドイツ軍がホスゲンガスを同様に使用し始め、改良型のジホスゲンも使われるようになった。これらは風向きを考慮に入れ、 相手陣地の風上からいぶすような方法が取られた。これらのガスを吸引した兵士は、高濃度のガスにさらされればもちろん全身の組織を塩素による化学反応で破壊されて死亡したわけだが、低濃度でも呼吸器官に甚大な被害を受け、死亡しないまでも呼吸困難に陥って長い間症状に苦しむことから非人道的な兵器として恐れられた。間もなく、 ガスマスクが広く利用されるようになると、吸引によって作用するだけではなく、直接皮膚に損傷を与える化学兵器の開発が進められた。そして実用化されたのが、皮膚に作用する微乱剤の一種であるマスタードガスで、1917年7月12日にイーペル戦線で投入された。マスタードガスは、浸透性が強く防護が困難で、最初の使用地名から、 イッペリットと恐れ得られるようになった。英仏米もマスタードガスの実戦投入を進め、当時ドイツ軍の一兵士として前線にいた。アドルフ・ヒトラーもマスタードガスで負傷したと言われる。運用法も改良が進み、ボンベ解放方式に代わって、化学材を充填した化学砲弾や、イギリスのリーベンス投射機のような毒ガス散布兵器が開発された。 ガスマスクへの対抗策として、フィルターを浸透しやすい、種の催涙ガスを混用し、ガスマスク装着を困難とさせる戦術も行われた。敵軍の指揮を落とす目的で、無毒なバイエンデイブス戦術も行われたという。第一次世界大戦中に開発された化学材の種類は、約30種に及んだ。米独仏の4カ国で生産された化学材の総量は、 塩素が19万8000トン、ホスゲンが19万9000トン、マスタードガスが1万1000トンとされる。中でも、化学工業の発達していたドイツの割合が高く、塩素の5割、ホスゲンの9割、マスタードガスの7割がドイツで生産された。うち12万4000トン、化学砲弾など6600万発が実践使用された。イギリス国防総省によると、 化学兵器による両軍の死傷者は130万人、内死者は9万人に上るという。第一次世界大戦により普及した化学兵器は内乱鎮圧などの手段としても使用されるようになった。ロシア内戦では、ミハイル・トハチェフスキー率いる赤軍が、タンボフ州の反乱を鎮圧させるため使用した。第三次リーフ戦争、1920年から1926年で、 スペイン陸軍がリーフ軍に対し毒ガス、マスタードガスである可能性が高いを使用した。すでに1925年にジュネーブ議定書が結ばれ、数年後に正式な発行が行われることになっていた中での駆け込み使用であった。1925年にはジュネーブ議定書が締結され、戦争における化学兵器使用が禁じられたが、生産、開発、 保有は禁止されなかったため、なお国家間での戦闘でも、化学兵器使用はなくならなかった。第二次エチオピア戦争では、イタリア陸軍がエチオピア軍に対して、マスタードガスを使用した。もっとも軍事的な効果は、あまりなく、そもそも期待されてもいなかった。イタリア側は、エチオピア側のダムダム弾の使用に対する報復として、化学兵器の使用を決定している。 1930年、武者事件鎮圧のため、11月3日、渡辺上太郎台湾軍司令官は、宇垣一世陸軍大臣にテて乱世の投下団、及び参砲団の交付及び使用許可を求めたが、11月5日、陸軍省は、対外的その他の関係上戦議できないと回答した。そのため、台湾軍は、台湾総督府中央研究所に、特殊団、 生産ガスと催涙性ガスを発生させる高3弾の試作を明示、11月8日、少なくとも3発を航空機より投下させたが、効果は不明であった。その後、11月14日、三砲用催涙弾、緑、高1弾300発が、高春丸に積まれて、キールンに到着し、うち100発が18日の総攻撃で使用されたが、軍による効果についての評価は明白でない。 日中戦争で日本軍は中国軍兵士を陣地から炙り出すために七子製のオートガスである赤や催涙ガスの緑を使用していた。実験的にマスタードガス日本軍故障キーも使用したと言われる。新型の化学兵器開発も続き1920年にはアメリカでルイサイトが軍用として実用化された。 1930年代後半にはドイツでタブンやサリンなど画期的な神経ガスが開発された。ナチスがユダヤ人強制収容所における虐殺で使用したジクロンビーは皮肉にもユダヤ人であるハーバーが殺虫剤として開発したものであった。しかし第二次世界大戦においては本格的な化学兵器使用は見られなかった。これは ジュネーブ議定書違反となることを避けた他に、防護装備の充実した正規軍同士の戦闘で効果が薄く、報復攻撃を受けることを恐れていたためでもある。ただし、多くの国が実戦使用の可能性を考えて準備をしており、例えば、イタリア戦線ではマスタードガスを備蓄していたアメリカ軍輸送船が、騎士、米軍兵士と市民83名が死亡。 六百十七名が負傷する事故が起きているジョン・ハー・ベウー号事件。アメリカ軍は優れた防毒マスクを開発、装備していたので、日本本土攻撃に大規模なマスタードガスを使った毒ガス攻撃を準備、計画していた。九百四十年から九百四十五年まで、小解析と国民党は、ユダイ・ただシの直接指揮の下で、おめ系で化学戦センターを運用し、 精鋭の第一科学打撃士団の司令部も同時に置かれた。また、昆明には、ジョン・ミドルトン准将の指揮する科学司令部があった。1943年、第一連隊は、ビハール州のラームガル訓練センターで米軍の科学戦部隊の将校により教育を受けた。1920年代から超皇的、総魂、表玉将、超作林ら北洋軍閥の総帥たちは皆、 化学兵器への関心を表明していた。調作人が信用に、科学兵器製造施設を建設するためドイツのウィッテ社と契約し、マスタード、ホスゲン、塩素ガスの製造を監督させるために、ロシア人とドイツ人の科学技術者を雇ったことが報告されている。また、超公的は、1921年8月に、比較的少数のガス発生団を受領している。しかし、 ご配布は、化学兵器が非人道的であると非難した。軍閥間の衝突が起きていた、時期の化学戦に関する確認された報告はなく、ソビエト連邦による化学兵器の訓練や装備に関する国民党共産党への支援を証明するものはない。1920年代から1930年代前半にかけてのソビエト連邦及びドイツとの化学兵器分野での協力から、 科学兵器の知識は手に入れていた可能性は高い。1945年、第3連隊は科学迫撃砲兵部隊として運用された。これら科学戦部隊の国境内戦後の運命は不明であるが、日本軍が放棄した科学兵器とアメリカから国民党に引き渡された科学団は1949年に共産党の手に落ちた。 毒ガスが使用されるという風評被害により、軍隊内の士気が低下する問題が指摘されたほか、毒ガスを航空機や投下する爆弾や、大陸間弾道ミサイルにより散布する技術の発達により、非戦闘地域にいる民間人にまで化学兵器に対する恐怖心が蔓延し、社会問題となった。第二次世界大戦後、冷戦時代になっても、化学兵器研究は続いた。 ドイツの技術を基礎とした VX ガスなどの神経ガスが開発された。特に赤狩りの頃には化学兵器による侵略やゲリラ的な活動が懸念され大きな社会不安となって現れた。核兵器に比べて開発が容易な貧者の核兵器としても警戒された。アメリカはベトナム戦争において森林での戦闘に長けていた。 南ベトナム解放民族戦線に苦戦していたことから、焼夷弾による森林の焼き打ちと並行して大規模な枯葉剤の散布を実行した。枯葉剤に大溶き心類が混じっていたことから、広範囲に汚染を引き起こし、ベトナム全土で異常出産の問題を発生させたとも言われる。イラン・イラク戦争では、イラク軍がイラン軍や国内のクルド人地区に対して、 神経ガスやマスタードガスを使用し、クルド人住民多数が死亡する、ハラブジャ事件が発生した。湾岸戦争でも、イラク軍がイスラエルなどに対して、化学兵器搭載の弾道弾を使用するのではないかと警戒されたが、これは実際には使用されなかった。他には、北イエメン内戦でのエジプト軍による使用など、紛争地域における化学兵器の使用を行う事例が見られた。 なお、イラクの化学兵器はイラク武装解除問題で争点となり、イラク戦争のきっかけともなった。化学兵器禁止条約 CWC の成立などにより、国家間の紛争解決手段としての化学兵器使用にはかなりの制約がかかるようになった一方で、テロリストが使用することが危惧されている。また旧東側諸国ではソビエト連邦崩壊時の ような国家体制の激変時に軍隊が保有していた化学兵器が核兵器や生物兵器と同様に不法に流出したのではないかと危惧されている。1994年には世界で初めての化学兵器による無差別テロが日本でオウム真理教により起こされた。この松本サリン事件では7名の死者660人の負傷者を出した。 この事件の後、同教団は1995年に再び、東京都地下鉄内で、地下鉄、サリン事件という大規模なサリンガスによる、テロ事件を起こして、死者12名、負傷者5510名という大惨事となった。この事件を受け、日本では、サリン等による人身被害の防止に関する法律をはじめとする、国内法による規制を強化し、自衛隊では、 従来の災害救助任務の範疇に毒ガス汚染に対応することを決定した。他の国でも年々悪化するテロリストの問題に化学兵器に対する備えを始めるところも出てきた。また、暴動鎮圧や対テロ戦闘用などの基地指兵器としては抗議の化学兵器に含まれる薬剤の研究、配備が現在も行われている。実践例として、 モスクワ劇場選挙事件においては、ロシア治安部隊が、無力化ガスと称するコリコルマイナス -1 を使用した。ただし、結果として、人質を含む129名が、中毒死しており、コリコルマイナス -1 の必死性には、疑問が生じている。計画のみで終わったものとして、オカマ爆弾が知られる。2013年には、シリア内戦において、サリンなどの化学兵器が使用され、 アサド政権側の仕業とした欧米が軍事介入を示唆10月にシリアは科学兵器禁止条約に加盟し備蓄していた科学兵器の全面廃棄に合意した。これを受けて調査や廃棄活動に従事した科学兵器禁止機関に同年のノーベル平和賞が受賞された。しかし2017年にアサド政権が再び科学兵器を使用したとしてアメリカ軍が シリアのシャイラト空軍基地に巡航ミサイル攻撃を行っている。2014年にはイスラム過激派組織アイセルがイラクでの戦闘で塩素ガスを使用したと報じられた。化学兵器に対する防護手段は化学剤の影響を防ぐ、防毒、化学兵器使用を速やかに察知するための検知、化学兵器による汚染を除去する精毒、除毒、除染などからなっている。 敵対する両陣営が毒ガスに対しきっ抗した技術や装備を持った場合は、お互い報復を恐れて、毒ガスが使用されることは少ないが、相手の装備が劣っていて、報復の恐れがない場合は容赦なく使用され、可能性がある。したがって、今日も、どこの軍隊でも、耐火学装備は欠かせない。まず、暴毒対策として、吸引を防ぐガスマスクや、 ラン剤などにも対抗するための科学防護服が開発されている。ただし、防護服は通気性が悪く、呼吸に制限があり、着用者に疲労を強いることから、アメリカ軍では任務思考防護体制、マップの考えで、着用準備から着用まで化学兵器対応を取るようになっている。このほか、防護マスクには、軍馬などの動物兵器用のものもある。 現代の走行戦闘車両の多くは、一定の機密性能や空気清浄フィルターなどを備え、化学兵器対策を含めた NBC 防護を施されている。なお、付着した化学材による汚染拡大を防止するために、使用した車両や衣服の洗浄等も重要である。化学兵器は、死人困難なものが多いので、各種の検知器が研究されている。 西側各国で現用されている代表的な検知キットとして M256A1 が挙げられ、これは検知師による試験を行うものである。最も原始的な検知手段としては、毒物に敏感なカナリアなどの小鳥を用いる方法がある。マスタードガスなどのように特有の周期があるものは、人間が周期を感知して速やかに防毒装備を着用すことで被害が軽減される。 高級な検知手段としては、日本の科学防護車のような科学偵察車両を配備している例もある。戦場においては、汚染された地域を行動する必要が生じる場合もあるので、汚染を除去ないし軽減させて、軍隊の通行を可能にするような制度区手段が用いられることもある。具体的には使用された化学材の種類にもよるが、土壌に定着している。 マスタードガスなどに対してはサラシコを散布する方法や地面を掘り返して正常な土砂で通路分の地面を覆う方法などがある。サリンは水と反応させることで下水分解できる。化学兵器の廃棄処理も参照。これらの防護手段は軍用に限ったものではなく民間防衛の一環としても用いられる。特に都市に対する使用が警戒された第二次。 世界大戦などでは市民へのガスマスク配備が行われた。NBC テロへの警戒感の高まりからテロとしての化学兵器使用を想定した民間向けの対策が取れている例もある。防護手段自体を無効化するための裏をついた化学兵器を使ってくる場合もある。そのために数種類の防毒マスクなどが準備される場合もある。例、一般的に見られるような防毒面から 背負いボンベ式、浄化槽を介した空気浄化式などがある1899年にハーグで開かれた万国平和会議において最初の名分による化学兵器の国際規制が決められた。この会議ではハーグ陸戦条約規則23条で毒物1号及び不必要な苦痛を与える兵、投射物、物質5号の使用禁止が規定されたほか、 窒息性ガス、毒ガスの使用を禁ずる、毒ガスの禁止に関する宣言を採択された。後者は、窒息性ガス及び有毒ガスの散布を、唯一の目的とした、投射物の使用を禁止した内容だったが、ボンベから放出される方式の化学兵器は、許されるとの解釈の余地があるなどの問題があった。第一次世界大戦では、これらの条約にもかかわらず、各国による、 化学兵器の大量使用を防止することはできなかった。第一次世界大戦での化学戦の悲惨な結果を踏まえ、1925年には、ジュネーブ議定書、窒息性ガス、毒性ガス、またはこれらに類するガス及び最近学的手段の戦争における使用の禁止に関する定め書きが締結された。この条約により戦争での化学兵器使用が、 禁止されることとなったが、保有や研究までは禁止されなかった。議定書は1928年に発行した。第二次世界大戦後の1968年に、国連軍縮委員会の議題として、科学兵器の禁止が上がり、翌年には、ウタンと国連事務総長の提出した、報告書、科学、最近兵器と、その使用の影響が、契機となり、 国連総会で化学兵器、生物兵器の禁止決議が採択された。1972年に生物兵器の保有禁止を定めた生物兵器禁止条約にも、化学兵器の生産や貯蔵の禁止に向けた交渉努力規定が盛り込まれてい、九条。その後もジュネーブ軍縮委員会での協議や米ソ間の二国間、条約締結が行われ、ついに1992年には、 科学兵器禁止条約により、使用だけでなく、軍事目的の保有や研究も、多国間条約で規制れるに至った。1997年には、同条約の履行を監視する科学兵器禁止機関、OBCW が設立された。条約は、科学兵器の保有国に原則として2007年までの廃棄を求めていた。ロシア連邦は二千十七年九月十七日、 廃棄完了を宣言したロシアは旧ソ連時代に化学兵器の開発、生産に力を入れ、一時は約4万トンと世界最大の保有国であった。アメリカ合衆国は財源不足を理由に期限を延長しており、2017年時点では廃棄は未完了である。この日本ではオウム真理教によるテをきっかけに化学兵器の禁止び、 特定物質の規制等に関する法律やサリン等による人身被害の防止に関する法律といった国内法による科学テロ防を行っている。科学兵器禁止条約下でも同条約第2条9項の規定により国内の暴動鎮圧を含む法の執行のための目的で科学兵器を使用することは認められている。一般的に考えて 七姿勢のものについてのみ適用されるべきであるが、使用を認める物質と禁止されている物質の明確な規定はない。また、たとえ七姿勢であるとしても、曝露量によっては生命に影響する可能性があり、実際に、ロシアでは、モスクワ劇場選挙事件において無力化ガスと称する、コリコルマイナス1の使用で人質を含む129の死者を出し、犯罪者は全員死亡している。 個人の護身目的の使用については、規定がないため、催涙スプレーなどに、条約で禁止されている物質が使用されている場合の、扱いについては、各国の司法判断に任されている。実情として、唐辛子スプレー、OC ガスのような禁止物質を使う市販品は、珍しくない。化学兵器の特性上、 使用期間切れや条約による規制などで廃止とされた化学兵器の背景については注意物解処理を行うことが必要である。主に反応性の強い薬品では太陽光に含まれる紫外線などの働きにより短期間で無害な物質に分解するとされるが中には長期間の汚染を発生させ各兵器ほどではないにせよ周辺環境を悪化させるものもある。無毒化処理には 強酸性や強アルカリ性の薬品と反応させたり、強力な紫外線照射や電流といったエネルギーを与え、分解または加護を促すことで無毒化させる。または大量注水して安全濃度にまで薄めるなどの方法も取られるが、単純に薄めた場合は有害な汚水が大量に発生することもあり、広域土壌の除染には向かない。ただしサリンは、下水分解によって無毒化するため、 水の散布が有効である。かつては土中への埋没処分や海洋投棄がしばしば行われたが、これが現在でも問題となっている事例がある。日本では神奈川県寒川城、千葉県奈良市のでは、拉致以外の舗装や植栽等がされている土地について、土地改変時に安全を確保するための注意事項を示した安全マニュアル、土地改変指針を土所有者や、 建設事業者等に配布し、毒ガスが埋まっていることを環境省が周知した。他にも毒ガスの埋まっている可能性が高い場所を環境省は発表している。化学兵器と思われる埋設物を発見した場合には、被害拡大を防ぐために専門家に相談することが必要である。また、平成19年度版環境白書によると、神奈川県の平塚市においては、 一部地域の地下水および土壌から有機ヒ素化合物が検出されたため、表層土壌調査などを実施した結果、有機ヒ素化合物の原体と考えられる白い塊および汚染土壌が発見された。平塚市にはかつて旧日本海軍の科学船研究機関が存在していた。他にもいくつかの発見事例があり、科学兵器禁止機関への報告などがされている。なお、 茨城県神栖市において有機基素化合物による地下水汚染と健康被害が報告され旧日本軍の遺棄兵器でないかと疑われたものの調査により旧軍由来ではないものと発表された。旧日本軍が太平洋戦争末期に中国領内に化学兵器を遺棄したとも考えられており旧日本軍の遺棄化学兵器を処分するため多額の費用を捻出することが決定された。 ただし、これ以外にも中ソ両軍が放棄していたものが相当、数含まれるとの憶測もあり、議論を呼んでいるほか、日本敗戦時に中国軍に引き渡された兵器に対する処理任務はなかったとの主張も見れる。この処理に関しては、日中間で1999年に日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の域科学兵器の廃棄に関する覚書が、 取り交わされている。詳細は、生き科学兵器問題を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。